はい、今回は 自民党の麻生太郎が国葬について述べたことがですねまこのニュースになっておりましてこちらについてですねちょっと思うことまこの発言にですねま違和感を感じたっていうことなんですよこの麻生が言った話っていうのは僕の解釈なんですけどもちろん目的があってねまこういうことを言ったんじゃないかとまそういったことをま考えて今回お伝えしていきますので今回もよろしくお願いいたします。 まずですね、麻生が言ったことが、あまあ、なんていうのかな、記事になニュースの記事になっていたんで、そのことについて、まあ、その 発言と、まあ、それを、まあ、どういったようなことを言ったのかということをね、まあ、僕なりに、えー、考えてお伝えしていこうと思います。えー、まず麻生がですね、えーまあ、言ったことが3つあるんですが、その安倍の国葬についてね、えー、そのことについて、えーまあな、なんでしょうね、分かっていてこういうことを言ってるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そちらをちょっと考えて、えー、い,いきますねまず1つ目ですね。 いろんな話がわんわん出ていたが何時間もかけてずっと若い人なんかが並んで立っているそれが国葬の現場だと、えー、このように麻生太郎は言っています。 麻生太郎は国葬にですね、えー、若者が、えー、並んでいたと、えーまあ、そういった話を、えーまあ、しているんですが僕はあの若者は少なかったんじゃないかと思うんですよね、えーまあ、平日だったということもあり,ありますし、えーまあ、参加した人というのは安倍支持派安倍肯定派の、えーまあ、どちらかというとまあ年齢層高めの人だったんじゃないかと思うんですよでまあこの、えー、まあなんていうのかな 並んだ人についてですが、前もお伝えしたことがあるんですが、ここ,こにですね1つ、かなりなこれ疑惑があるんですよ、まあ、若者であろうが、えー、まあ、年配の方であろうが、えー、まあ、そのことは、えーまあ、さておきというか、別として、ま、もっと違ったあの不可解なことがあるんですね。それは何かっていうとこののの、えー、安倍の国相のこの 喧嘩台っていうかここでしょうねこれに関してなんですがあるニュース番組でですね、えー、このなんかなんて言うんですかね謎の紙みたいなのがチラッとカメラに映ったんですよでそのチラッと映ったかあの紙の中にですね書かれていたことが最初の10人は顔出し ok、えー、その後の参列者は顔出し ng とかっていうのは書かれていたんですよ おかかしいいじゃないですか普通にだって普通にあの安倍の国葬に、ねえー、参列しているんでしたら何が顔出し OK で顔出し NG とかそういう指示が飛んでいるのかということでここから考えるんですが実はこの喧嘩に並んでいた人間というのは仕込みが入っていた可能性が非常に高いこのニュース番組とかあとで言いますけど裏側で,です、ねえーまあ、あらゆるものが結託し,していたという可能性が考えられるんですね。 県下には2万3000人並んだということで、まあ、これが多いか少ないかという話ですが、僕は少ないと思いますが、ねえー、そんな日本国民、えー、1億2000万人ぐらいの中で、ですね,、えーまあ、そのね安倍が支持されているんでしたら、もっと多くの方、100万人とかが来てもおかしくないんですが、まあ、来なかったとっいうこと、でこの、えー、並んだ2万3000人というのも、このテレビ局マスコミの、えー、仕込み、あとで言いますがと丸、えー、の仕込みの可能性も、えー、あるということなんですよ。ななんんででねこんなテレビ局で最初 の10人顔出し、OK、その後は顔出し NG とか、えー、こんな指示が飛んでるのかってわけわかんないじゃないですか。うん でえさらに、ですね、えー、まあこれと関連して裏付ける、えー、ものがですねあるんですよ、SNS の情報にあのありまして、そちらをお伝えさせていただくんですが、テレビに出ていた、えー、それこそ年齢が若い女性の方なんですが、ある、えー、女性がですね胸に東丸協会のペンダントをしていたと、えー、こういったことがわ、えー、かっています、SNS 上で、えー、まあ、えー、なんていうのかな、手がかりとして出ています。うん このトーマル協会のペンダントをしていた女性、これ偶然来たんでしょうか、この安倍の国葬に。えとてもそうは思いませんね。トーマル協会の広告をしていたえ安倍の国葬に、えそのトーマル協会のペンダントをしている人間がいるっていうことは、これはとてもではないか、偶然だとは思えない。仕込みとか、えー、まあ、そういったものに、えー、まあ、やらせとか、そういったものに、えー、まあ、茶番とかに協力していたんじゃないかと思うんですよ。うん、かなり、えー、この可能性が強いと思うんですよね。だから 全員とかっていうのはもちろん思いませんが、えー、予,定した予定していた人数をはるかに下を回るとかあとはですね、えー、その要所要所にそうやって仕込みとか、えー、そういった茶番を仕込んだ、えーまあ、やらせの疑惑があるということですで2つ目なんですが麻生がですね、えー、このように言ったんですよその人たちの声がなぜ新聞やらマスコミには載らんのですかって言ったんですが僕の予想ですけど、えー、仕込みだからだと思います。 仕込みとか、えー、茶番なんで、えー、声も何もないですから、うん、仕込んでるわけですからね。で、えー、そういうことを例えば言わないまでも、別の話でも分かってますが、えー、一般人女性がですね、えー 様々な番組に出てて違っっったたここととを言もかるんですよだからこれっていうのは何かっていうと、えー、この安倍の国葬にですね裏側に東丸協会が協力していた、えー、可能性がありますで要所要所に、えー、この、えー、仕込みとか茶番とかやらせとかあ、まあ、その自作自演の、まあ、そういったものをしていたんじゃないかと思うんですね、えー、自民党と東丸協会のつながりが指摘されてますが、えー、国葬の前にですねそういったものがうやむやになっていたしかしこの国葬というね、えー、この政治的なあの出来事 にもここにもこの現れた遠、えー、丸教会の傘下の人間たちそういった者たちがやらせあるいは茶番そういったことに加担した、えー、疑惑が考えられます。で、えー、3つ目なんですが阿蘇はこのように言いました。 強制されたわけでもないあれだけ多くの人が夜まで並んでいる状況を見ると何とも言えない気持ちになったとこれっていうのは麻生が安倍の国葬についていいと肯定的にこれ発言してるんですがまあ、この喧嘩台のところに人が並んでいてね、えー、時間が1時間延長したのかなあこれを言ってるんですがこれっていうのもあの欲を考えるとですね喧嘩台のところをわざと並んでいるように見せたこれ演出の可能性があるんですねなぜかというとそういう風にした方がテレビ的に絵の写り がいいからです国葬に行ってね、例えば喧嘩台に人が並んでない、ガラガラとかっていうとね、印象が悪いじゃないですか。だからわざとそういった演出をして、えー、こう並ぶような、でこの1時間延長したということを大きくマスコミで、えー、取り上げることによってですね、えー、安倍の国葬をしてよかったとか、そういったことをテレビ、マスコミを通して日本国民に語りかけようとした、日本国民にそういった、えー、趣旨を伝えようとした、えー、そういったことを、えー、考えられると僕は思います。うんでえー 麻生太郎もおそらくこの,あの安倍の国葬をしてよかったっていうことの風潮っていうかそちらにあの誘導する話をするんですが、えー、実はですねそんな誘導したところで日本国民の声っていうのはもう、えー、で出ているんですね、えー、はっきりとこの安倍の国葬に対して日本国民がどのように思ったのかっていうことが、えー、出ているんですよ、えー、こちらのことをお伝えしていきます 安倍の国葬の3日後にですね世論調査があったんですがあったんですけど世論調査が出たんですけどその時にあの岸田の内閣支持率が下がっていたんですねうん。もしも安倍の国葬を、えー、行ってですね、えー、それは良かったっていうことであれば岸田の内閣支持率っていうのは上がるはずなんですようん。内閣支持率が、えー、下がっているな、うん何ででしょうか それは日本国民が安倍の国葬に対して、えー、賛成していなかったからだと思います。安倍の国葬を行う前にですね、国民の7割が反対していた、えー、その国葬をですね、えー、岸田は、まあ、岸田はというか麻生もなんでしょうけど、岸田とか麻生はですね、えー、法的根拠なく、えー、国会で話し合うこともなく閣議決定だけで、えー、行いました。このようなことをですね、えーまあ、強引に押し通した。 がないっていうことで、えー、まあ、おかしいと言っていましたし民主主義だとかって言ってるんですが日本国民のね6割が、えー、7割が反対しているものを全く国民の声を聞かずに押し通したつまり安倍の国葬っていうのは日本国民が納得していなかったっていうことがこの、えー、安倍の国葬に対する、えー、岸田の支持率が下がっているっていうこれがあの何よりの日本国民のあの答えなんですよ、うん、だから あの麻生太郎がですねこあの国葬についてあるいは他の自民党の議員も、ねえー、安倍の国葬は良かったとかなんとかって言ってますがあの肯定的な意見を言ってますがこれっていうのは国葬が良かったっていうことをあの世の中に、えー、アピールしようというその一環であると、えー、僕は思います麻生太郎が国葬についてコメントしたっていうのはこういうあの目的があるんですよね単純にあの言ったわけではなく、ね、今っていうのはしかも日本国民の考え方が安倍の国葬について良くなかったっていう方が Ah. 多いわけですから、それを、えー、いくらかでも、えー、どのようにかにどのようにかして緩和しようというその目的でこういうことを言ってこれをニュースに取り上げたんだと思います。僕はあの国政は反対でしたし、うん、先ほど言ったようにあのー、もう何回もこのことをお伝えさせていただきますが、法的根拠なし、えー、国会で話し合わないおかしいじゃないですか。閣議決定だけで決めるってね、うん、あの全くあのー、うんお,おかしいあのー、憲法学者も言ってましたけど、い意見であるっていうことですので、うん、まあ。 そういったことからね反対だったものを無理に押し通してでそれを終わった後に麻生太郎がね国葬については、えー、ああだこうだいろんなことを言ってるっていう、まあ、国葬は良かったっていう風に話を持っていこうとする、まあ、そういったことなんじゃないかと今回のこのニュース記事ニュースを見て思いましたということで何かのご参考になっていただければと思います。